アンマイナス225アンマイナス225ムリーアウクライナ語は、ソビエト連邦、ウクライナ共和国のアントノフ設計局、現ウクライナのアントックアントーノーが開発した6発の大型輸送機であり、現在、世界最大の航空機である。ウクライナでは、ウクライナ語で、夢、睡眠中に見る方でなく、希望などを意味する方の、夢を意味するムリーヤ、 の愛称で親しまれている。一方、ナトーコードネームは、コサック、コザックであった。1980年代後半のソ連では、宇宙を換気、ブランの開発が進められていた。ブランを輸送するための方法として計画されたのが、始まりである。ちなみに、同じくブラン輸送のために、VMT アトラントも製造された。 2機が製造されていたが1機しか完成しなかったため、世界に1機しか存在しない。ソ連時代には、アンマイナス -225 に乗せたマックススペースプレーンを空中から打ち上げる構想もあった。最大で陸重量が600トンと、世界一重航空機であるほか、240ものギネス世界記録を持つ。2016年8月には、中国空域産業集団、 AICC にアンマイナス -225 の技術や設計図にわたる所有権をすべて移転し、2019年に中華人民共和国の工場で再生産させる契約を交わしたと報じられた。ただし、アントノフは知的所有権の譲渡は合意しておらず、報道にあるような所有権の移転はないと説明している。第一段階では、ウクライナで生産。 近代化した改良型アン -225 の一機を2019年間に中国の AICC に納入。続く第2段階ではアントノフのライセンスのもとで中国国内でのライセンス生産を認める契約である。再生産される最初のアン -225 に関しては、後日の破棄された2号機を再整備するのか完全新規に生産されるものかは明らかになっていない。 アンマイナス -225 が実際にブランを搭載して、本来の任務を果たしたのは一回限りで、ブランが宇宙に行ったのも一度限りであった。その後は、ソ連崩壊に伴う混乱のために運用予算が打ち切られた。存在意義を失ったアンマイナス -225 は、長い間ウクライナの工場の一角に放置され、アンマイナス -124 とアンマイナス -70 の補修用。 部品取りとして次々と主要なパーツを失うなど事実上のスクラップ扱いとなっていた。しかし、1999年になって、アントノフ航空など、アンマイナス124を使用した常温型貨物の運送ビジネスを行い、大成功を収めた実績から、アンマイナス225を商用として現役復帰させることを発表した。1年近い回収の末、 デジタル化と機体の補修、強化を行い、アン -225 は再収益した。以来、大型、大重量貨物運送用として収益しており、主に欧州を中心とした大西洋方面で運用されている。2009年7月末には、三度目の塗装変更が行われ、機体は白地に、ウクライナの国旗を想起させる黄色と空色の緩やかなラインが入るデザインとなった。 ただし、厳密にはこれは、ウクライナのナショナルカラーではない。機体は白地に上が黄色、下が空色のラインであるが、現在のウクライナの国旗は、上が青、空色ではないと、特に言及されている青、下が黄色であるためである。2010年2月9日、ハイチ大地震復興支援で使用する、重機類100トン以上を輸送する目的で防衛省がチャーターし、 成田国際空港に初飛来した。アンマイナス -225 が日本に姿を見せたのは、これが初である。また、東日本大震災の際に、フランス政府が150トンの救援物資を輸送するためチャーターしている。2010年6月21日には、テクニカルランディングで、中部国際空港にも飛来している。2006年9月には、 アントノフ設計局で、組み立て途中のままの2号機を完成させる計画が、決定された。2号機は2008年に完成される予定であったが、遅延された。そして、2009年8月に2号機が未完成のまま、計画は放棄された。この時点で、フレームの60から70%が組み上げられており、完成には追加で3億ドルが必要とされている。計画発揮後も、 機体自体は解体はされておらず、2018年時点では、キエフ工場の格納庫にモスボール保存されている。香港のメディアのネクストビグフ f ッチャーによると、アントノフと AICC が設立した合弁会社により、生都市と先制省で、それぞれ1機のアン -225 が製造中だとしている。しかし、アメリカからの圧力により、3月頃に上記の2号機の建造ともども、 量産計画が白紙撤回されたとも伝えられている。アン -225 は開発期間を短くするために機体の基本設計はアン -124 ルスラーアンを元にしている。変更点は胴体を延長し、エンジン数と後部降着装置を増強している。また、軽量化のため後部搬入口を廃止し、その代わり傾斜台に加え前足を傾斜し、 前傾姿勢になって、積載作業を支援できるようになっている。なお、尾翼が H 字型の装備翼となっているのは、搭載したブランによって生ずる交流の影響を小さくするためで、機体上部に設けたブラン搭載装置が撤去された後も、外観上の特徴となっている。操縦室も部品取りの対象となっていたため、副操縦士側の操縦リニア、 ラダーペダルまで取り外されていた。回収時にはオリジナルの部品ではなく新型が取り付けられたが、機長側は旧式のままという体だった。2003年前後に機長側も新型に交換された。計器類はブラウン管の補助モニターが設置されているものの、アナログ計器中心の伝統的な設計である。しかし、航空機関士が2名体制であるためエンジンに、 関しては大きく異常されており、六八期ながら操縦席側の軽機類は比較的少ない。機体が大型であるため操縦室内に余裕があり、室内後部の航空機関士と後方し、通信士の席には広いテーブルがある。これらの席は外側を向いた状態で背中合わせに配置されているが、中央の通路は人が余裕を持って通行できる。操縦室の後方には、 キッチン付きのギャレーと座席を備えた、余圧区画があり、乗員の休憩以外にも、取扱いに注意が必要な貨物を監視する、ロードマスターや同行したい顧客などを70名、程度輸送でき。また、開発当初は、測定機材を設置した部屋があったが、改修後は、機材が撤去され空き部屋となったため、乗員の着替えや荷物を置くスペースに転用されている。 アンマイナス225の貨物搭載能力は、アメリカ空軍の C マイナス5、122トンやアンマイナス225の元となったアンマイナス124、150トンを圧倒している。低ロードは交渉では250トンであるが、これは安全を考慮しての値であり、最大で陸重量600トン、空挙重量175トンというスペックからして、燃料を 満載量搭載したとしても300トン以上の米ロードを持ち、無論搭載する貨物の体積と貨物質の容積から来る搭載限界は別の問題であるが、元来、機体上に宇宙船ブランを搭載して運搬するために設計された機体であるため、胴体上部に250トンまでの貨物を搭載することも可能である。ディスカバリーチャンネルで放映された特集番組での 取材時には VMT アトラントのように背面に貨物を搭載した際の空気抵抗を経験するため設計中のカプセル型カバーの三次元カナダドルの図面が放された貨物室は予圧されていないが仮に貨物室に座席を設置して旅客機に転用したならば1500から2000人程度を収容できるほどの容積があるという世界一重航空機の肩書きを持つほど 非常に大きな航空機であるが、高出力で反応の良いエンジン、H 字型尾翼や主翼に取り付けられた大型の前縁と後縁のフラップなどの基本性能の高さから、劣悪と言われた VMT アトラントとは逆に、戦闘機並みの軌動が可能と基調に言わしめるほど、機動性は高い。航空ショーに参加した際には、離陸直後に急上昇し、旋回、 観客席を低空でフライパスしながら急旋回するなどの軌道飛行が恒例となっており、貨物を搭載していない状態では大きさの割に旋回性能が良いことが伺える。また交渉の離陸滑走距離は3500メートルであるが高出力エンジンのためデモ飛行ではより短い距離で離陸している。最大離陸重量の大きさが注目を集めることの 多いア -225 だが、一定重量のペイロードを搭載しての速度記録、といった数多くの世界記録を達成してもいる。2004年11月、FI 国際航空連盟は245の世界記録をギネス世界記録に登録した。現在でも、FI 公式サイトの Z エンジン推進の陸上機で、最大で陸重量が500トン以上のクラスのページを見ると、 すべてアンマイナス -225 で占められている様子を見ることができる外部リンクを参照。ストラトローンチシステムズの空中発射ロケットの勃起で、ある騒動能6発機、モデル351ロックの翼服は117.35メートルとアンマイナス -225 を上回り、ロケットを搭載した状態の機体重量は54万キログラムを超える。 ただし全長は72.54メートルである。またロケットの空中発射に特化した機体のため、貨物室はなく、ロケットは機体の中央下部に吊るす。航続距離も打ち上げ区域までの往復のみで良いため、ロケット搭載時で約1850キロメートル打ち上げ高度までの上昇距離を含むと短く設定されている。抑服では、 アン -225 より長い H-4、ハーアキュリーズは1回だけ高度20メートルを1600メートル飛行し終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。